ロゼットは地表に葉を平らに並べた植物の状態を表す言葉である。ロゼットという言葉は、元来はバラの花から由来する言葉で、八重咲きのバラの花びらのような配列を表す言葉である。従って、やや細長くて、多少とも平らな構造や器官が一箇所に集まり、放射状や螺旋状に配列するもののことをロゼット、あるいはロゼット状と表現する。 その用途として最もよく聞かれるのが植物の茎と葉の様子を表す植物用語である。茎がほとんど石棺成長しないため地上系がないか極端に短く葉が放射状に地中から直接出ていることあるいはそれに近い状態を言う。そのような葉を根室葉というがつまりロゼットというのは根室葉が円盤状に並んだような植物体を 表す言葉である。個々の葉をロゼット用とも言う。ロゼットからなる植物として、身近な植物では、大箱やタンポポがそうである。これらの植物は、修正ロゼット用だけしか出さない。このような植物は、背が高くなれないから、他の植物と背伸び競争をすれば簡単に負ける。つまり、ヤブになれば生存できない。このような植物が生活を続けられる場所は、 背が高くなる植物が少なくとも高級的には生活できない場所である。ロゼット型植物の生育できる環境として最も身近なのは人間の手による格乱が頻繁に起きる場所である。したがってそこに生えるのは雑草と呼ばれる草である。すなわち豆に刈り入れが行われる場所、家畜によって背の高い草がかじられる場所、踏みつけによって 背が高くなれない場所などである。大箱の場合、踏みつけへの耐性の高さによって、そのような場所での生存が可能になっている。このほか背が高くならない植物群落には、ロゼット用の実からなる植物の例が若干ある。熱帯の鉱山帯では、大型ロゼット植物という特殊な姿の植物が知られる。また、森林内でも、 着生植物には似た姿になる例がある。熱帯タウリンに生育する、大谷渡りやアナナスであるが、これはむしろ、落ち葉や水を貯めるための適応のようである。より多く見られるのは、陶器にのみロゼットの姿をとるものである。温帯域では、前年の終わりに発芽し、冬を越して、春から成長する、いわゆる越年層には、ロゼット場をつける例が多い。冬の間は、 寒さに耐えられるように地表に張り付き、しかも光を受けられるように広く葉を広げる。この形がロゼットである。このような種は春になるとその中央から茎が伸びて背が高くなり花をつける。この時伸びた茎にも葉をつけるものが多い。この伸びた茎につく葉を形容という。形容が発達すると根室葉をなくしてしまうものが多いが、 いつまでもそれをつけているものもある。ヒメジョーンとハルジオンの違いの一つが成長の後に根室用をなくすかどうかである。また根室用と形容が大きく形の違うものもある。そのようなものでは外見上ではっきりと姿を変えるために別の種に見えるものが少なくない。日本で見られる代表的なものとしては以下のようなものがある。作物に見られる大根やキャベツなど 冬は、根室用のみで、春になると茎を伸ばすのも、このような姿からの変形とみなしえる。また、植物のモデル生物として、解析の進められている白いぬガズナも、ロゼット型植物である。ありがとうございます。